近頃リュータの入浴後、浴槽に白い糸が浮いている。リュータに尋ねてもはぐらかされてばかり。リュータが出張に行く前夜、つわりに効くというアロマオイルをくれた。リュータに効いた用法で毎晩使っていたら、下腹部に激痛が走り、救急車を呼ぶ羽目になった。産院で事情を話すと、医師が震え出した。母体と赤ちゃんを危険にさらすアロマだという。リュータの浮気を疑い会社に電話すると、リュータはアキナと日にちを合わせ有給を取っていた。アキナのマンションに向かい、車内で待ち伏せすると、道の向こうからアキナとリュータがやってきた。早く一緒に暮らしたいわ。今回の作戦が成功すれば、マユを実家に追いやれるよ。赤ちゃん亡くして情緒不安定になったって理由なら、別居しても不自然じゃないもんね。俺が子供苦手なのに勝手に身ごもるあいつが悪いんだ。私はハンドルに突っ伏し嗚咽した。やがて顔を上げ、リュータとアキナに復讐を誓った。あいつら絶対に許さないわ。私はマユ、40歳の主婦だ。仕事先で知り合ったリュータと5年前に結婚した。リュータの勤め先は大企業、平社員だが真面目な働きぶりで高給をもらっている。先日ついに念願の妊娠を果たした。エコー写真を眺めては赤ちゃんと会える日を心待ちにする日々。でも最近私は不安でたまらなかった。リュータの様子が変なのだ。やがてリュータの本性に気づき、背筋が凍りついたのだった。リュータと親しくなったのは、系列会社であるリュータの勤務先に出向し一緒にチームを組んだ時だ。おっとりしたリュータはバリバリ仕事をこなすタイプではないが、上司から可愛がられ、同僚や後輩からも慕われていた。人とのコミュニケーションが苦手で、他人に心を開くのに時間がかかる私は、リュータに尊敬の念を抱いた。だから交際を申し込まれた時は、私なんかのどこがいいんだろうと本気で疑ったほどだ。その後プロポーズされた時に思い切って尋ねると、おっとりした笑顔で答えた。控えめで従順そうなところ、容姿も好みだね。童顔で小柄なのが引け目だった私は、驚きつつも嬉しさを感じたのだった。その後リュータの上司に仲人を依頼し、私たちは結婚した。1年目はお互い新婚生活に浮かれているのもあって、特に問題もなく過ぎた。しかし2年目を迎えた頃から、私は家事と仕事の両立に頭を悩ませるようになった。結婚後家事を2人で分担すると約束したのも忘れ、リュータは私に家事を全部押し付けてきた。マユもフルタイムで働いてるし大変なのはわかるよ。でも俺、家が散らかってると落ち着かなくてさ。そうこぼすリュータに私は困惑した。洗い物や洗濯物はこまめに片付けている。ただ掃除機を毎日かける時間が取れず、部屋の隅に多少ほこりが残る程度だ。掃除シートで毎日拭いてるわ。マンションだもの。早朝や夜更けに掃除機をかけたら迷惑でしょ。そうだよね。けど俺綺麗好きだからさ、居心地が悪いんだよ。そういう割にリュータの書斎は散らかり放題だ。書斎には入るなと言われているので、廊下から覗き見ただけ。その際、散らかり放題の部屋に私はゾッとした。お菓子の空袋やチューハイの空き缶、趣味の車の雑誌などで足の踏み間もない状態だったのだ。職場の机が整頓されているのは、体裁を気にする性格だからだろう。リュータの文句はまだ続く。最近食事も手抜きだよね。
作り置きをレンジでチンするのばっかり。出来たてが食べたいのに、これじゃ出来合いの惣菜と変わらないよ。私は耳を疑った。休日に時間を割いて作った料理を出来合いの惣菜と言われるなんて。あのね、フルタイムで働きつつ家をピカピカにして常に出来たての料理を用意する、そんなの家政婦さんでも雇わなければ無理だわ。だったら仕事辞めれば。龍太が涼しい顔で言い放った。え、でも専業主婦になればいいんだよ。その分俺が働けばいい。不安が胸をよぎった。二人暮らしなら問題なくても、いずれ子供が生まれたら教育費が足りなくなるのでは。返事をためらっていると、龍太が私の顔を覗き込み優しく微笑んだ。俺は真由の体を心配してるんだよ。君が毎日ぐったりしてるのを見るのが辛いんだ。龍太、お願いだから専業主婦になってくれ。私は仕事に誇りを持っていた。環境もいいし、可能なら定年まで続けたかったけれど、龍太を心配させるのは嫌だ。逡巡した末、同僚や上司に惜しまれつつ退職したのだった。私は子供の頃から引っ込み思案で、他人と打ち解けるのに時間がかかるたちだった。その分仲良くなった人とは深く長くお付き合いをするタイプだ。なので結ばれた龍太のことはずっと大事にしようと誓った。龍太も私を大切にしてくれた。しかし私が専業主婦になり、龍太の稼ぎを手売りに生活を始めた途端、私に威圧的な態度を取るようになった。え？かかりつけの整形外科先生が代替わりしたの？そうなのよ。前は女の先生だったでしょ。久々に行ったら20代の息子が診察してくれたわ。母親が引退したから院長を引き継いだんですって。足をくじいた際、病院に行ったと話したら、龍太は不快感をあらわにした。じゃあそこに行くのはやめて、女の先生が勤める隣町の病院に帰るんだ。でも完治するまで通ってくださいと言われたわ。ダメだ。珍しく声を荒げた。真由が若い男に足を撫でられると考えただけで吐き気がする。君は平気なのか？龍太の発言にびっくりした。お医者さんの診察だもん、しょうがないわ。医者は他にもいるでしょう。次回から隣町に帰るんだ。じゃないと診察代渡すのやめるよ。龍太が嫌がるならと、私は隣町の病院に変更した。こんなやきもち焼きだったなんてと内心笑ったが、次第に笑い事では済まなくなってきた。次に龍太が文句をつけたのは行きつけの美容院だった。担当者が出産休暇に入るので、次から男性の美容師に頼むと言うと、こっそり美容院に出かけた末、難癖をつけてきたのだ。あいつは腕が悪い。あんなカットに5000円も払うなんてぼったくりだよ。他の人に変えたら。内心ぎょっとしたが、私は穏やかな口調で諭した。この辺なら相場だわ。知り合いの間でもうまいと評判なのよ。どこが？顔で人気を集めてるんだよ。絶対お客に手を出してる。そんな風に言わないで、奥さんも子供もいるのよ。じゃあ浮気だな。龍太がすすら笑う。あいつがいやらしい手つきで眉の髪を触ると思うと、むしゃくしゃして夜も眠れないよ。はあ？ただカットしてもらうだけよ。難癖つけるのやめてよね。反論したものの、あんまりうるさいので結局他の美容院に移ったのだった。やがて龍太は私がちょっと出かけるのさえ咎めるようになった。主婦が出歩いてばかりなのはおかしいでしょう。もっと夫に尽くすべきだよ。何それ、家事ならちゃんとしてるわ。
家にこもるために仕事を辞めたんじゃないのよ。ねえ、仕事に戻りたいな。パート勤務なら両立できると思うの。ダメだ。龍太が跳ねつけた。家事がおろそかになるに決まってる。俺が養ってやってるのに、一体何が不満なの。眉を潜める龍太に絶句した。大学時代の友人高子に相談すると、やはり唖然とした。高子は龍太の職場で人事課に勤めている。龍太さん、仕事では私たちの意見に耳を傾けるし、女性を軽蔑するような態度も取らないわ。でもプライベートはそんな風なのね。男尊女卑を振りかざして悩みの種なのよ。でも龍太と喧嘩するのは嫌だし、私に暴言を吐くわけじゃないから対応に困ってるの。カフェでコーヒーを飲みつつ、私はため息をついた。これ以上ひどくなるようなら私に相談してね。私は眉の味方だよ。うん、ありがとう。笑顔で答えたものの、私は少しずつ外出が億劫になり、やがてうつうつとした気分で日々を過ごすようになった。ある日、体調が優れぬ日がしばらく続いた。妊娠検査薬を試してみると、なんと陽性。私はトイレで思わず叫んだ。年齢的に難しいかも、と半ば諦めていたので、涙が出るほど嬉しかった。帰宅した龍太に報告すると、つかの間、頬をこわばらせた後、笑顔を作った。本当？信じられないな。私もよ。明日病院で見てもらうわね。ちゃんと女の先生がいるところにするわ。うちの両親にはいつ報告する？安定期に入ってからにしましょう。そうだね。無事に生まれるかどうかまだわからないし。龍太の言葉に引っかかりを覚えたが、事実だ。今はとにかく元気な赤ちゃんを産むことに専念しよう。しかし胸を弾ませる私とは裏腹に、龍太は妊娠を歓迎していないように見えた。もともと子供が苦手と話していたし、自然妊娠で授からなければ諦めようという約束だった。でもいざ子供ができたら気持ちが変わるだろうと期待していた。子供は苦手だけど自分の子は大好きという人は周囲にたくさんいる。そこで私は赤ちゃんを授かった実感が湧くようにと、毎日さりげなく話題を持ちかけた。蓮、翔、ひな、最近の名前はおしゃれね。ジェンダーレスネームっていうのが流行ってるんだって。ふん。携帯に見入る龍太に私はめげずに話しかける。龍太はどんな名前が好き？見てわかるでしょ。忙しいの。眉に任せるよ。そっけない態度に落胆を隠せなかった。また別の日。今度、有給取るんでしょ？その日、妊婦検診があるの。一緒に行きましょ。男が行ってどうするの？関係ないじゃん。頬がこわばるのを感じた。父親なのに関係ないはおかしいだろう。絶句する私に半笑いでとどめを刺す。俺、ホラー映画苦手だから立ち会い出産は勘弁ね。あんまりな例えに心底がっかりした。こちらは命がけで出産するのに。しかしつわりに悩まされていた私は龍太に文句を言う元気もなかった。吐き気と眠気と倦怠感でキッチンにほとんど立てず、掃除をするのも難しい。一日ソファーでぐったり過ごす日も珍しくない。龍太に文句を言われそうで気がかりだったが、一日に何度もトイレに駆け込む私にさすがに愚痴は言いづらいみたいだ。洗濯物を抱え廊下を通りかかった時、シャワーの音を聞いて思い出した。そういえば龍太が入浴した後、湯船に必ず白い糸が浮いている。髪の毛より細いそれは
すくい上げると3センチくらいの長さだ。龍太に尋ねると、わずかな沈黙の後、苦笑して肩をすくめた。それは汚れだよ。眉、風呂掃除をサボってるでしょ。いえ、そういう感じじゃないのよ。うまく説明できないんだけど。はいはい、もっと掃除頑張ろうね。はぐらかされた気がしたが、揉めるのも嫌で深く追求するのはやめた。ただ正体不明のものが浮く湯船に入りたくないので、私は当分シャワーだけで済ませることにした。龍太と糸との関連性は不明だ。最近残業続きで帰りが遅く、出張が増えた点と関係あるのだろうか。ある金曜日、龍太が満面の笑みで話しかけてきた。明日から大阪への出張が決まったよ。ごめんな、眉がつわりで大変な時に1週間も家を空けるなんて。お仕事だもの、仕方ないわ。気をつけて行ってね。あ、ところでさ、いいものをもらったんだ。おしゃれな白い箱を私に差し出した。開けてみると、黒い蓋の小瓶が7本並んでいた。これはアロマオイル？うん、つわりに効くんだって。龍太が声を弾ませた。同僚の奥さん、これを試したら食欲が戻ったみたい。本当？どうやって使うの？浴槽に垂らしてアロマバスにすると効果的らしいよ。やり方聞いてメモしたから、この通りに使ってね。人工の香りが苦手な私は、アロマオイルやお香とは無縁だ。龍太が使用方法を書き留めてくれて助かった。メモを読んでいると、龍太が真顔で念押しした。いいね、必ず毎日実行するんだよ。眉とお腹の子のために。わかったわ、同僚の方にお礼言っといて。龍太が出張に出かけた日から私は毎晩アロマバスに使った。白い糸が見当たらないので、安心して湯に浸かれる。お湯200リットルにつき1瓶、ずいぶんたくさん入れるのね。浴槽にドボドボと入れると、湯気とともに鼻に抜けるような香りが立ち上った。リラックス効果が期待できるし、お腹の子にも良さそうだ。すぐには効果は現れなかったが、龍太が出張から戻ってくる頃には食欲が戻っているかもしれない。期待を込めて使い続け、5日目を迎えた。入浴中、ふと下腹部に鈍い痛みを感じた。便秘のせいかなと軽く考えていたら、痛みはどんどん激しくなっていく。痛みにうめきながら部屋着に変え、救急車を呼んだ。赤ちゃんに何かあったのではと不安に押しつぶされそうになる。妊娠中と告げ、かかりつけの産院に運んでもらう。女性の院長先生に病状を説明しようとしたら、鼻を引くつかせた。お風呂に入浴剤を入れてたの？アロマバスに入ってました。院長が眉をひそめる。夫が同僚からもらったそうです。つわりに効くんだって。腹痛の原因が不明なので一応持ってきました。夫が書いたメモとアロマオイルの瓶を渡すと、医師が顔色を変え震え出した。先生、これを毎日締め切ったバスルームで使用したのね。はい。医師は少しためらった後、固い声で私に告げた。このアロマオイルに使われているハーブ、子宮収縮作用があるのよ。妊婦さんには厳禁。赤ちゃん流れてしまうかもしれないわ。目の前が真っ暗になった。気が遠くなりそうだったが、どうにか意識を保ち、大至急検査をお願いした。幸い赤ちゃんは無事だった。私の体も
しばらく安静にすれば落ち着くだろうと言われた。その晩は入院し、翌朝タクシーで家に帰った。帰宅後もまだ信じられない気持ちだった。龍太から言われた通りに使ったのに、もう少しで赤ちゃんに危険が及んでいたとは。怒りをぶつけてやらねば気が済まない。昼休憩の時間を待ち、龍太の携帯に電話したが、コール音が延々と鳴るばかり。ふと嫌な予感が頭をよぎった。最近のそっけない態度、急に増えた残業や出張、そして今回の件。妻の妊娠中浮気をする夫は多いと聞く。高子に聞いてみようと思い立ち、彼女の携帯に電話した。休憩中にごめん。あのね、高子が電話の向こうで息を呑んだ。今電波がつながるところにいるのね。何の話？つわりで体調崩して里帰り中なんでしょ。電波が届かない田舎だって聞いたから、メッセージを送るのも控えたのよ。龍太さんが付き添ってるし、任せておけば大丈夫かなと。私家にいるわよ。え、どういうこと？龍太、大阪に出張だって聞いてるわ。高子のため息が聞こえた。私が真由に連絡するのを防ぎたかったのね。浮気がバレるから。そういうこと。ねえ、同じ期間休みを取ってる女子社員は？ちょっと待ってね。ああ、経理課の岸田明菜ね。住所も教えようか。うん、お願い。ショックよりも怒りの方が大きい。龍太はそこにいると確信した。私は電話を切り、教えられた場所に車で向かった。座りの辛さも怒りで吹っ飛んだ。マンションの正面玄関が見える位置に車を止め、龍太と明菜が現れるのを待った。私の愛車はありふれた車なので、待ち伏せがバレる心配はなさそうだ。1時間経った頃、道の向こうから手をつないだカップルが歩いてきた。龍太と派手なメイクの女は明菜だろう。重そうなエコバッグを下げた龍太は見るからにウキウキしている。私をひどい目に合わせておいて、のうのうと浮気中の龍太に怒りで頬が熱くなった。新婚生活みたいで楽しいな。甲高い声が通りによく響く。早く龍太さんと一緒に暮らしたいわ。今回の作戦が成功すれば、真由を実家に追いやれるよ。離婚は難しいけど、別居ならセーフだもんな。得意げな龍太に明菜も同調する。赤ちゃん亡くして情緒不安定になったって理由なら別居しても不自然じゃないもんね。さすが頭いい。俺が子供苦手なのに勝手に身ごもるあいつが悪いんだ。二人がマンションの中に消えてからも、私はしばらく呆然としていた。やがて激しい憤りが腹の底から突き上げた。気づけば両目から涙が溢れていた。悔しい、そして情けない。あんな人だと見抜けず信じてしまった自分に吐きそうになる。ハンドルに突っ伏し嗚咽した。やがて顔を上げた私は歯を食いしばり、龍太と明菜に復讐を誓った。龍太、そして明菜、あいつら絶対に許さないわ。2日後、午後から有給を使った高子と共に明菜のマンションへ向かった。私はインターホンのカメラに映らないように玄関ホールの外で待機する。はーい。あら、高子先輩、どうしたんですか？高子がインターホンを押すと、明菜がすぐに出た。甘ったるい声が耳障りだ。書類、持ち帰って仕上げるんじゃなかったの？資料がデスクに忘れてあったわよ。
タカ子の嘘をアキナはあっさり信じた。やだ、私ったら。ありがとうございます。今から取りに行きますね。いいのよ、部屋まで届けるわ。いいんですか？じゃあお願いします。オートロック解除しますね。玄関が開いたので、私たちはエレベーターでアキナの部屋へ上がった。ここでもカメラに映らぬよう、私は離れた場所で待ち、タカ子がアキナを呼び出した。少しするとドアが開き、ヘアターバンに部屋着姿のアキナが現れた。昼下がりにシャワーとは優雅なご身分だ。このあとイチャイチャする予定かもしれない。野村先輩助かりました。ほんと頼りになる。ひっ、ひょいと顔を出した私にアキナが鋭い悲鳴を上げた。ドアを閉めようとしたのでカバンをねじ込ませ、隙間に手を入れドアをこじ開けた。アキナは観念した顔つきで私とタカ子が部屋に上がるのを許した。扉を半分開けた奥の部屋から赤ちゃん言葉で話す龍太の声が聞こえる。忍び足で廊下を進み、部屋をそっと覗くと、パンツ一丁の龍太が目尻を下げ、長毛種の猫をブラッシングしていた。カツオちゃん、じっとしててお利口でちょね。後でおやつあげるからね。今日も毛並みサラサラ、世界一のイケニャンでちゅよ。あにゃーん。なるほど、白い糸の正体は白い猫の抜け毛だったのだ。そりゃ上半身裸でブラッシングしたら毛だらけになるわよね。つまり駆け湯もせず湯船に浸かっていたの。妊婦の私が後に入るのに。うわ、汚い。龍太のデレッとした顔つきにふつふつと怒りがこみ上げた。お腹の子より浮気相手の猫の方が可愛いのね。私の恨みがましい目つきに最初に気づいたのは猫だった。こちらを見てビクッと体を震わせ、怯えた様子で部屋の隅へ逃げ去った。カツオちゃん、急にどうしたの？パパと遊ぼうよ。へえ、いつから猫の父親になったの？それともアキナさんも妊娠させたのかしら。リビングに乗り込んだ私に龍太が目を見開く。え、なんで？龍太さん、爪が甘いわね。私の後ろから現れた高子にハッとする。そういえば野村さんと友達だったな。やれやれと言いたげに息を吐く龍太に明菜が後ろから抱きついた。龍太さん、バレちゃったよ。大丈夫だよ明菜、俺に任せて。パンツ一丁で胸を張る姿は滑稽で、こんな状態なのに笑いそうになる。マユ、体調は？座りで大変だって何十回も話したでしょ。いや、そうじゃなくて、ここに来られるってことは何ともなかったんだな。奥さん、アロマオイル使わなかったんじゃないの？アキナが口を挟む。だから母子ともに健康なのよ。ああ、そっか。ちゃんと夫を信じなきゃダメよ。ニヤニヤするアキナとがっかりした顔を見せる龍太に、私は猛烈に腹が立った。使ったわよ。龍太が私の体を気遣ってくれるのが嬉しかったから。その後激痛に襲われて救急車呼んだわ。もう少しで手遅れになるところだった。怒鳴りつけるとアキナが甘ったるい口調で割り込んだ。なんだ残念。パパに望まれてない赤ちゃんなんて消えちゃえばいいのに。は？自分たちが何をしたか分かってるの？私と赤ちゃん二人の命を奪おうとしたのよ。違うだろ。龍太がへらりと笑った。生まれる前なんだから人として扱うのはおかしいでしょ。つうか本当に妊娠してるの？俺が浮気してるのを感じて気を引くために身ごもったって言ってるんだろ。そうそう、つわりがきついっていうのも演技でしょ。ゲラゲラ笑う龍太とアキナに脳みそが沸騰しそうになる。エコー写真見せたでしょ。
他の妊婦から借りたとか。腹もベタンコだし、信用できないな。他の男の子供かもよ。あんたたち、いい加減にしなよ。タカ子に叱責されても、リュウタとマユはニヤニヤ笑いを浮かべている。ま、本当に俺の子だとしても、いらないけどね。いらない、という言葉に胸をえぐられる。俺の許可も取らず、勝手に妊娠すんなよ。余計な真似しやがって。ねえ、どうしてそこまで否定するの？父親になるのがそんなに嫌？赤ちゃんが苦手なの？疑問をぶつけると、リュウタは眉をひそめ、吐き捨てた。嫌に決まってるだろ。赤ん坊が生まれたら、誰が俺の世話するんだよ。リュウタは咳を切ったように、私への不満を吐いた。マユさ、結婚当時は可愛かったけど、年取ってブサイクになったな。妊娠したら目も当てられん状態でさ、痩せて青白くなって肌もガサガサ、女らしさゼロだよ。私を指で刺しわめき立てる。そんな姿でよく俺の妻を名乗れるよな。恥ずかしい集め。35のおばさんとなんて結婚するんじゃなかった。そういうリュウタも肌が出てきて髪も薄くなって今や立派な中年親父よ。私の言葉をリュウタはきっぱりと無視した。おまけに近頃は口を開けば赤ん坊の話題ばっかり。俺が主だと忘れたのか。妻なんだから俺を優先させろよ。お腹の子なんてどうでもいいんだよ。リュウタの主張に私は唖然とした。まるで幼児だ。こんな人が父親になったら私もお腹の子も不幸になるのは分かりきっている。リュウタの暴言を楽しそうに聞いていたアキナが応戦する。リュウタさん、40のババアには興味ないもんね。私みたいな若い美人がふさわしいのよ。そうね、若くて綺麗な子なら誰でもいいみたい。隣のタカ子と目くばせし合いうなずいた。タカ子が持参した大きな封筒から資料ではなく写真を取り出した。リビングのテーブルに並べていく様子をアキナが不思議そうに見つめる。リュウタを見るとさっきまでの偉そうな態度はどこへやら気まずそうな顔つきを浮かべそわそわしていた。岸田さんはご存知よね。この子たち全員リュウタさんと同じ営業課の社員だもの。これ何？証拠の音声集めてきたわ。楽しい時間の始まりよ。おい、やめてよ。弱々しい訴えを無視して高子が携帯の録音再生ボタンを押した。リュウタ先輩と付き合ってるの他の人には内緒ですよ。え？アキナ先輩？あの人28のおばさんでしょ。若い私に乗り換えたのよ。リュウタ先輩、サキが理想の女だって話してくれました。交際始めて3ヶ月です。だってもうすぐ離婚するんでしょ。社内恋愛バレると面倒だから2人だけの秘密にしようってリュウタ先輩に言われたの。出張ついでの温泉旅行楽しかったな。どんどん目がつり上がっていくアキナの後ろでリュウタが驚きを浮かべる。野村さん、俺がこの子たちと付き合ってるってなんで知ってるの？この子らと同じ日に有給や残業を何度も申請してたでしょ。私人事課だからすぐにわかるのよ。鎌をかけたら嬉しそうに吐いたわ。みんな喋りたくてたまれなかったのね。そうね、24歳の子からすれば28も40も同じおばさんよね。上昇してやるとアキナが顔をあからめた。涙目でリュウタを恨みがましく見上げ声を絞り出す。ひどい、私以外にも手を出してたなんて。違うって。一番大事なのはアキナだよ。君が本命、他の子は遊び。しどろもどろになり言い訳するリュウタ。ほら、男には息抜きが必要だろ。他の女で気晴らししてるから
明菜に優しくできるんだよ。君も優しい俺が好きでしょ。頭痛が起きそうだった。下手な言い訳をせず謝ればいいものを、なんで墓穴を掘るんだろう。案の定、明菜は恐ろしい形相になった。はあ？何その理屈。え、なんで怒るの。君は俺に一番大事にされてるんだよ。喜ぶところだろ。何様のつもりよ。こんな人だとは思わなかった。今にも竜太につかみかからんばかりの状態で泣き叫ぶ明菜を、私は冷めた目つきで眺めた。何言ってるの。こういう人だから平然と浮気するし、父親の自覚もゼロ。お腹の赤ちゃんを消そうとしたんでしょ。明菜が泣くのをやめ、私をまじまじと見つめた。私もあなたも男を見る目がなかったわね。うるさい、あんたと一緒にしないで。私に噛みつき、竜太に再び食ってかかった。私をこんな目に遭わせてただで済むと思わないで。それは私のセリフ、被害者ぶってるけど、アロマオイルの件あなたも凶暴よね。明菜に厳しい口調で告げた。警察に通報させてもらったわ。二人とも傷害罪で逮捕されるわよ。覚悟するのね。もちろん今日のあなたたちの発言、証拠として録音したから。竜太が焦った顔で私を見た。逮捕？お前夫を警察に売るのか。そんなことしたら赤ん坊の父親が犯罪者になるぞ。病院には通報義務があるのよ。院長が通報したと思うわ。あんたとは離婚するのでご心配なく。竜太と明菜が探るような視線を交わした後、怒涛の勢いで自己弁護を始めた。私関係ないわ。計画したのも実行したのも竜太さんよ。おいおい、嫁がうざいと愚痴ったら、アロマオイルで体調不良にして追い出せと明菜が言ったんだろ。はあ？あいつに飽きたけど離婚は難しい、いい方法ないかって相談持ちかけたの、そっちでしょ。アロマなんてよく思いついたな。恐ろしい女、実は前科持ちか。よく言うわね。ああもう最低。大丈夫って言うから実行したのに、よその女と浮気するわ、あっさりバレるわ、あんたと関わるんじゃなかった。泣きわめく明菜に竜太が舌打ちする。鬱陶しいな、女って泣けば許されると思ってる。バカな生き物だよ。その時誰かがインターホンを鳴らした。はい、お待ちしてました、どうぞ。にこやかに返事をする高子に竜太が機嫌そうに尋ねる。お客さん。え、うちの部長よ。明菜がピタリと泣き止んだ。部長。会社のグループメッセージに、あなたと私、明菜さんのやりとりを実況中継で流したの。そうしたら駆けつけてくださったのよ。竜太の顔から血の気が引いた。当然だろう。部長には結婚式の仲人を務めてもらったのだ。だから竜太は部長の顔を潰すからと離婚を避け、私を体調不良にさせて実家に追い返そうとした。狼狽する竜太に構わず、高子が部長を招き入れた。しばらくして現れた部長は怒りに燃えた表情を浮かべている。あの部長。引きつった笑顔を浮かべる竜太と明菜に部長が言い渡した。二人とも明日から窓際部署に移動だ。そんな、私巻き込まれたんですよ。春の人事で係長になるとこだったのに、出世が遅れるんですか。部長がこめかみに青筋を立て、竜太を鋭く見据える。仕事ぶりが真面目なので君を買っていたが、こんなやつだったとはな。落胆したよ。部長、こいつが悪いんです。子供なんていらないのに勝手に作るから。涙目で訴える竜太を部長は氷みたいな眼差しで一別した。出世どころか次の首候補だ。業績が悪化したら君らは真っ先に会社を追い出されるだろうな。せいぜい頑張ってくれ。突き放され、竜太の表情が絶望に変わった。部長が私に向き直り、頭を下げる。うちの部下たちが迷惑をかけてすまなかった。きちんと責任を取らせます。
証言などが必要な時は遠慮せず言ってください。こちらこそご迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。私も部長に謝罪した。当の本人の龍太と明菜は床にへたり込みうなだれている。私にこんな仕打ちをしておきながら龍太も明菜もこれまで通り平穏に暮らせると考えていたのだろうか。ズーズーしさに呆れ返る。今から貴子に手伝ってもらって実家に帰る準備を始めるの。離婚届書いたら実家に送ってね。慰謝料と養育費は後日弁護士を通して請求するわ。龍太が弱々しくうなずくのを見届けた私は、貴子そして部長と共に明菜のマンションを後にしたのだった。翌日、龍太と明菜は傷害罪で逮捕されたが、初犯なので執行猶予がつき、1週間後に釈放された。2人はその後すぐに別れたという。会社に戻り、窓際部署で仕事を続けたものの、社内中に広まった噂で社員たちから冷たくあしらわれ、針のむしろ状態に耐えられず辞職したそうだ。私は慰謝料を払ってもらったので、その後2人がどうなろうが正直どうでもいい。明菜は消息不明だが、義両親から絶縁された龍太はアルバイトをいくつも掛け持ちしてどうにか日々をしのいでいるそうだ。町で見かけた貴子の話では、大企業に勤めていた面影は消え、みすぼらしい姿だったという。今回の件を知った義両親は田舎からはるばるやってきて私に謝罪した。義両親には結婚当時からよくしてもらったし、彼らに恨みはない。先日無事に娘が生まれた際も泣いて喜んでくれた。なので盆や正月には義実家に娘を連れていくつもりだ。いつか娘が成長し父親に会いたいと望んだら、私が同行するなどの条件をつけ叶えてあげようと考えている。娘のあどけない笑顔を見ていると、こんな可愛い子をいらないと言った龍太が哀れに思えてくる。母親業は大変だけれど、この子の母親になれてよかったとしみじみ感じるのだ。これからも娘を愛する人たちと共に成長を温かく見守っていきたい。